天才ピアニストの深夜おでん。どうも皆さんこんばんは。こんばんは、好きなコンビニはセブンイレブン。天才ピアニストの竹内です。まあでもカフェラテを買うときはファミリーマートが好きになります。マスミです、はい、最近ローソンマーメイド田村です。おお、お願いします。視野を広げてね、はい、今日はマーメイドの田村くんに来ていただきました。やったー、ありがとうございます。タコちゃんといえばやっぱりマスミちゃんのね、大好きタコちゃんで仲良しですけど、はい、最近は遊んだりとか。マスミ軍団の活動はどうなんですか？最近はタコちゃんとご飯は行ってる、ね、あ、行ってますか、うん、やっぱりあタコちゃんもこの間喋ったとこですけどね、結構行ってますよね、ラジオでね、はい、タコちゃん、うん、はやっぱ誘ってくれるからいいということなんですけど。あ、そうなんですよ。田村くんはね、うん、皆さんどうですか、お気づきでしょうか、最近シュッとされました、ね、あ、そうなんです、ほんまに。これはまあ何キロ10キロ落としたんですよ。10キロ落としたんですよ、田村くんは。これ偉いよね、3ヶ月で10キロ。ちょうどな、3ヶ月で10キロですね、はい。で、リバウンドなしで今まあそうですね、停滞、ちょっと1キロ増え1キロ減りとかです。あ、こういう感じですね、はい、あんまり食をあれしてない、今はもうだから運動でね、はい、運動できるだけやって、まあ、毎日やって、それこそそう YouTube で動画あるようなやつを毎日1日何分だけやればいいのやつを毎日コツコツやってやって、まず何回か変えて、そうやな、メニューを変えてね、今やってんのだいぶやばいんですよ。で、過激なんやってるやろ、なんかこれいいんですよとか、アクトレっていう、うん、結構その4分とかやけど息切れるようなやつやってるな、うん、いや、そうっす、10分のやつ、10分のやつで、うん、もうほんまにエアコンかかっててもガンガン汗かくぐらいの、あ、うわ、激しくやってんねや、はい、心拍数上がる系なんだな、そうそうしっかり。それさ、一番最初さ、なんでやろうって思ったの、うん、別にその、なんていうの、デブでもないやん、でも太り上げてまして、マジで。え、ちょっと見せた、あ、持ってないか今。あ、あるっす。え、太り上げてた。いや、これ真澄さんに見せたんですけど、うん、これはさすがにやなって、今見たらなりました、僕。なんか、その太ってた頃のことあんまり思い出されへんのよ。そのデブとかっていう感じじゃない。じゃない、うん、あ、デブっていうか、まあ豚じゃないから。なんかひどい方に言い直すんだな。どっちもダメですよ。我々やっぱ豚で呼んでるからな。いや、ほんまに、ここ最近、うわ、これやばってなったのがあって。うん、それが3ヶ月前ぐらい、ほんまに。いや、それ、多分もう一発。もう一発前ね。あれどこや？だけどなんか、そんなさ、太ってるで、うん、なんていうの、いじられるような感じでもなかったし、デブというか、だからもともとがそのシュッとはしてたから、ごついっていう感じやな、うん、70キロとかやったんですよ、もともとその劇場入りたてが、はいはいはい、で別にそっからの変動はあったんですけど、うんうん、劇場入りたてってちょっとハゲてた時、それの前です。いや、じゃあ黒歴史、はい、闇の黒歴史、俺とテクもろともハゲてたなんで、まあ、そのストレスで、多分ストレスなんですけど、42期が1組しかおらんかった時が半年ぐらい続いて、だ同期がおらんくて一番後輩で劇場に居場所もないし、でグランプリとかも、うん、はい、でも入りたてで入って組んですぐ入ったんで、うんうん、ネタもなければ、はいはいはい、毎回新ネタかけるで試して劇場来ても喋られへん、そうで滑って、うんうんうん、でコンビ仲もなんかちょっとギスギスして、うんうんうん、でテクがここハゲ出したんですよ、うん、で線で線で、あいつこのロン毛なんではいはいはい、はい、線がちょっと広なったんですよ、はいはいはい、あ、この滝田君のここ、はい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 、だから滝田さんのここがシルクロードがね結構広なってて、あ、で俺着てるわみたいな言ってて、うん、ほんまやなみたいな話してたら、うん、そのチャリ乗ってる時に後ろから、え、お前もじゃんってなって、うん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 、ここからちょっと着てあ、上からね、うん、コンビ2人でストレスでハゲ出したってタブちゃんはハゲん方がいいのか、そう、絶対かっこいいですか、ね、今いろいろかっこいいですそれ乗り越えてやってる、あ、で、見せますよ、はい、これまず、竹内さんに、うっ、ほんまやな、かわいい、まんまる、かわいくはあんねんけどめっちゃ丸いな、すごい、これでも正月っすね、今年の、はい、それでちょっと太りすぎかってなって、やり出したってこと、太り上げた。太り上げた。で、そっからちょっと軌道に乗って、はい。でね、今もかなりシュートされてますけど、うん、タムちゃんはさ、やっぱり結構あれじゃない、あの、セルフラブじゃない、そうですね。マスミさんもそうです、セルフラバーズよ。セルフラバーズ。いやんな。いいや。それは、ね、その、いいや。いや、それお互いやっぱり、ご自分のこと大好き、まあ、誰が何と言おうとね。ほんまに。田村くんは、その、うん、自分のどこが好きとかあるんですか？そんな酷な質問ある？あ、多いや。1個とかは無理やな。1個とかはもう無理ないやん。だから、なんていうの、別に、例えばやけど、この鼻筋が気に入ってるんですとかじゃなくて、うん、私はやけど、全体の、うん、そうそう。
俺であることが好きなんですよ。バランス？え、うん、俺であること。俺であることが好きなの、うん。え、田村が田村で生まれて嬉しいなってこと？はい、もうなんか全部好きですね。え、どんなとこと、まあ、例えばもうほんま一個じゃなくて。あ、でもなんかどんなとこ好き？最近思うが、うん、パッションやっぱめっちゃ好きなんですよ、自分の。ほー、情熱ことパッション。そのまあ顔とか、うん、その見た目とかはまあ一個置いといて。一、うん、個置いといて。その気持ちが。うん。あ、いいな、俺ってなるんですよ。その、うん、暗なってる時に。はい。いや、でも、まあ、あれ良かったし、とかを考えれば。あ、いいね。過去の栄光というか、はい、その、はい、そう、ダイジェストみたいなのとか、こういう時に、はいはい、あれやったら成功できたやん、とか。あ、成功体験をね。成功体験をちゃんとこう次に生かして、はい、なんかこんな時あったけど、うんうんうん、立て直してたやん、とか思えるんですよ。なるほどな。それさ、その、具体的に、ある強いやつ。だから、その、ほんまに、まあ、今日全然ライブあかんかった。うんうんうん、で、今はお笑い芸人として思うじゃないですか。うんうんうん、でも、部活動。そう、どう、はい、中学の時の部活動。うん、怪我して、うん、で、バスケだっけ、はい、うん、焦って、試合出て全然うまいこといかんかった。うん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 、でも、自主練をやって、うん、次の試合めっちゃ良かった、うん。とかがあるじゃないですか。そういうのを積み重ねて、うん、そう、乗り越えた曲が。だからこれが今自主練の時をやったらいいんや、うんうん、ってなれるんですよ。なるほどね、はい。そういったメンタルの持ち主である俺って、はい、めっちゃええやん。めっちゃええね、かっこええ。かっこええなーって。メンタルもかえって、ね。で、ファッションも、はい、ね、おしゃれやし。うん、だこれね、だから、その、うん、もうみんなに言われるんですけど、うん、いや、田村より、誰かの方が、かっこええやんとか。うんうん、まあ、それははい。田村より誰かの方が、おしゃれやんとか、うん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 。そんなんは聞いてないんですよ、僕。僕関係ない。俺、そんなんも言ったことないじゃないですか。あ、言ったことない。おしゃれとかじゃなくて、うん、自分が。俺が自分でかっこいいって言ってるだけを、なんでお前が勝手に人を巻き込んでんの？めっちゃくちゃいいマインドやな。いや、そうそう。だから、確かに田村から、うん、人と比べた発言聞いたことない。俺は一切してない。俺がこの世で一番かっこいいみたいなの言ってない。はい。ただ髪を切りました。この世でなんて言ったことない。俺かっこいいですしか言ってない。うん、これ、皆さん、それを勘違いしてると思う。うん、言われる前に言ってるだけやもんな。そう。みんな1位にならないキースもへんってとこあるけど。そうじゃない。そうじゃない。もう俺が自分が1位でいいやんって。俺かっこええやんって言ったの。はい。で、こういうのを言ってるだけやから腹立つんでしょうけど。いやでもね、その考え方できる人って結構少ないじゃないですか。うん、やっぱりどうしても、うん。人と比べてね。子の本が可愛いとかね、うん。なっちゃうじゃないですか。はーい、ありますよ、私は。え、あなたは、うーんってなるの？うまくいかないし、あの人は残ってるのにっての。どうしたらいいんですかね、田村さん。その、やっぱり人が羨ましい瞬間ってのある。まさみさんはそのマインドいけると思うねんけど。いや、割とね、その自分が好きっていうマインドはありますよ。ですよね。鏡結構何時間も見れるタイプですし。うん。うん、ほんまに。そこで疑問持たへんのがやっぱいいよな。そう、あ、わかるわかるって、うん。そうそう。どのパーツがいいとかじゃなくて、なんとなく全体見たら可愛いねっていう。で、その能力的なこととかどうなの、とか。人の方がさ、例えば勉強できるとかさ、うん、部活で言うとあいつの方がバスケ上手いとか、それ羨ましい、クソとか。あー、でも、そんなとこ見ないな。え、俺そんなとこ見ないんだ。なんか能力とか。仰いでるやん。あなた天を仰いでるやん。自分がやってたらいいやんって。いや、そうやねん。そう、別に。その通りやねん、ほんまに。はい、これだから言っていかないと、みんなが、うん。みんなそれでいいわけじゃないですか。本来。そうよ。自分が納得いくぐらい頑張っとった。絶対そっちの方がいいっすやん。うん、うん。比べるのがしんどいからな、なんかみんな恥ずかって。うん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 。なんかいい、そんな俺なんてって言うけど。はいはいはい。別に、俺は俺のこと褒めたった方がいいっていう。うん、じゃあこれはどうですか、この自分が自分を許せへんパターンもあるじゃないですか。あ、もちろんありますよ。あんまりないです、私は。許容権で。運営してますか、うん、あんまりその自分嫌なこと。ちょっと自分でなんか、うーってなった時あるやん。なんか私はこんなに楽屋を散らけて、だけど散らけないとメイクできないし、みたいな。でもそれがいいですよ。散らけないとメイクできないしって思ってんのがいい。でそれを口に出して積極的に言って、言ってみんなに聞いてもらうことで、うん、自分の重荷を分散させてる、はい。で、みんな言わんでも私は分かってますよ。散らかってますよねってことは PR してるんだよな。ぐちゃぐちゃにしとんなーっていうのは。さっき思えたらいいやもん。分かってる分かってる。うんうんうん、そう、それでいい、うん。その時はどうするんですか、その自分がやばい。で、あ、これやばいわ。自分が納得する量努力できてないとか。ああ、もちろんありますよ。自分が頑張ればできることを自分怠ってんなっていう瞬間ももちろんあるじゃないですか。はい、疲れてるとかで。はい。その時はどうなんですか。で、その時間もちろん大事です。うん、
その反省というか反省する時間そうという時間でね。でもちろんそれを次に生かすのも大事です。はい、はい、ただ別にそのずっとそれを考えるんじゃなくて、うんうん、別にその一日お疲れ様はやってあげていいと思うんですよ自分に。ほう、はい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 、今日という一日で区切って、そのここはあかんけど、うんうん、あの時頑張れ、はい、ここダメだけど、ダメだけど別に一日お疲れで、うん、美味しいもん食べたり、うん、なるほどなるほど。ねぎらうのはそう、愛すことを忘れない。自分のことすごいな、セミナーで来た。自分のこと愛すこと忘れない。なるほどね、そうかそうか。別にそこで自分を痛めつけても、うん、でもこれはちょっと念頭にあるっすよ、このミスは。 あかんなーっていうのがあるから、うん、あかんなーとか、うん、ちょっとやばいな、片付けてない、うん、人に迷惑かけてるかもとか、はい、いろいろあるけど、鏡見たら可愛いから。そういうこと、そういうこと。もうってこと、もう可愛い顔してってこと。どっかを褒めないと。そうやな、そうやな。そうそう、それでなんかもう忘れる、うん、で、ボフーってボフーって白子アイスバフーって一番カロリーを効率的に取れるやつな、アイス凍った練乳ね。そう、凍った練乳しちゃうし、凍った練乳。なるほど、そういう風にやってるわけですか。いやだからな、なんなんやろな、はい、別にやれるじゃないですか、うん、これって、うん、やれるな。そのそんな自分のことを責めないで、責めないで、ヒゲしないで、うん、ねぎらってあげて。大事ですけどね、でもネガティブな気持ちも絶対大事だと思う。大事です、大事です。そうですよね、うん、だからなんか語れへんなとかはもちろんありますよ、うんうん、でもなんか別に やってるぞって思いとった方がいいじゃないですか。思いとった方がいいな、うん、あ、いや、そう、思っといた方がいいでやってます僕は。うん、どっちかで言うたら、はい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 、あかんわーって思うより、うん、いいやって思っといた方が、うん、合理的ではありますね、うん、意外とこの理系っぽくもありますね、意外と考え方がね、うん、だから私はもうなんか嫌なこととか、うん、まあ、自分的にできてない、達成できてないなとかあったら、うん、こう自分でさ考えすぎると、はい、なんでこんなできてへんのやろとか、うーってなっちゃうから、うん、なんだろう、うん、全部口に出す。さっきも言ったけど、うん、ワードにしていく、全部口に出すことで、うん、あのもういいかってなるな。いいやろかそれって、果たしていいやろかそれは。あー電気代を払ってないなーってなって言って、うん、でまあみんなに聞かせますよね。聞かせるやろ、うん、電気止まるやろ、うん、で周りにアパホテルとんねん。へーへーやらしい、へーへーやらしい。解決してないんですけどね。でも自分は払えや、責めるよりはいいっていう、責めるよりはみんなに話題を共有させてあげる、うん、あ、なるほどね、はい、でもこれ逆に、はい、攻めて強なる人もおるんですよ。そうだ、竹内さんそうやと思うんですよ。この野郎って感じですね、うん、自分に対して。もう俺はもうテクニックで十分攻められるの。もう。もう。はいはいはい、うん、相方におるから、はいはい、至らないところを言ってくれる人がね、言ってくるやつがおるから、自分は自分でも愛してあげて、もうそう、女、あんなんを受けて、うん、僕が自分でこんなんやってたら死んでまうから、確かに。でもそれね、アインシュタインも言ってたんですよ。なんか、うん、アインシュタインのことそれで覚えてんねん。ああ、ないね。それアインシュタインって、うん、じゃないんですよ。稲田さんと吉田さん出てくるやろ。あ、そうですね。いや、アインシュタインって言いませんから、そしたら。アインシュタインさんって言いますから。アインシュタイン、そっちの、そっちの方ね。そっちのアインシュタインも、あの、リンゴか。大事な時、リンゴ関係ないですよ。ニュートンないですね。行って。行って。隣の人の人、ポニュートンか。ニュートンがリンゴでね。あの、したいはその、いや、そう、人が、間違ってた人が責めてくれんやから、うん、自分のことは責めんでいいみたいなのを、名言で残してるの。だそう、その考え方、アインシュタインと一緒です。アインシュタイン、タムシュタインです。タムシュタインです。タムシュタインに来ていただきました。すいません、今日もありがとうございました。おやすみ。ブランデーでした。チャンネル登録ってした方がいいもんね、うん、私やったら登録するかな。私もすんのよ。登録してみたらどう？どう？